はい、こんにちは。今日は助動詞の通ヌー、今回は初級編でいきたいと思います。まずは活用と意味から見ていきましょう。つの方から てーてーつーつーつれてよ。で、これキー蹴りの動画で喋ってますが、助動詞全部で28個あります。ただ28個の活用を全部覚えなさいって言ったら、これ相当しんどいわけだよね。まあ、だから必ず助動詞の活用を覚えるときに、今まで使えるものが何かあるんだったらそれ使って覚えちゃおうぜっていう話。てーてーつーつるつれてよは、えーえーうーうるうれえよ、つまりの下二段動詞と全く同じように活用するんだよね。なので下二段と同じって覚えておいた方が楽だと思います。特に初めて記憶するときは何か結びつけがあった方がいいと思う。で、こっち何ぬぬるぬれね、ぬの方、これもまた今まで学習した中で見たことあるでしょ。何と一緒ですか。これはなへん動詞と一緒だよね。まあ、なので通ヌーに関しては下2段のなへんと同じように活用するよって覚えとけば、いずれ頭の中でてーてーつーつーつれてるでしょって感じでパッと出てくるんじゃないかなと思います。活用表に関してはそんな感じ。次、意味は2つあります。官僚と脅威で、どっちがよく出てくるかって言ったら、圧倒的に官僚がよく出てきます。通ヌーって何の助動詞ですかって言われたら、官僚の助動詞ですよねっていう受け答えが、まあ、シンプルで、しかもこれが一般的だと思います。訳し方としては何々たとか何々てしまうとかありますが、たまに質問に来るのが、官僚っててしまったって訳した方がいいんじゃないですかっていう質問が来るんですが、てしまったって山へ行ってしまったっていうと、なんかバッドエンドを迎えるような、そんなニュアンス聞こえちゃいません？いや、シンプルで、たでいいと思いますよ。山に行った。過去と変わんないじゃん。いや、いいです。過去も完了も、まあ、意味合いとしては昔を表すのか、その動作が終わったかどうかっていう違いなので、まあ、同じ日本語では黙るんだよね。で、もう一つ、脅威。単に意味を強めるだけなので、ぶっちゃけ訳さなくてもいいですが、きっと何々とか、必ず何々とか、まあ、大げさに訳してあげた方が、脅威って分かってますよ感が出てくるので、そんな感じで2つの現代語訳を暗記してください。そしてポイントいきましょう。やっぱり問題に出題されやすいのはこのポイントなので、ちゃんとポイントを押さえます。今回は、通ヌーの連用形パターンっていうのを押さえてほしい。活用表で確認しておくと、この連用形の手と2、実は使い方が限定的なんですよ。まあ、なので連用形で出てくるパターンは決まってるよ、しかもそれは覚えておいた方がいいよっていうのを必ず頭の中に入れておいてください。覚え方、語呂合わせでいいです。てきてけり、にきにけり、にたりにけん。てきてけり、にきにけり、にたりにけん。もうこれを呪文のように唱えて覚えちゃってください。で、この呪文は何の呪文ですかって言われたら、通ヌーの連用形パターンだよ、連用形の使い方はこれしかないんだよと覚えてくれればいいです。で、一応理論的に攻めるんだったら、下にくっついている言葉、どんな言葉が来ているかっていうと、きは過去の助動詞、けりも過去の助動詞、たりは完了の助動詞、まあ、そして使う時もない時もありますが、けむは過去推量の助動詞。共通点取れますよね。どちらも過去完了形の助動詞が下にくっついているっていう特徴があるんです。まあ、つまり通ヌーの連用形は下に過去完了の助動詞がつく時しか使いませんよっていう、その限定的な用法だっていうのは分かってないと、この例文でトンチンカンな答えを出してしまうかもしれない。まずは棒線引っ張ってあるところに注目してください。にとて、どちらも活用表で見る限りでは完了の助動詞の可能性はあります。で、けりの上は連用形だし、このて点の上にありますから連用形の可能性が極めて高いです。これだけを見るとどちらも完了の助動詞に見えるんですが、さっき話したこれが生きるわけね。あくまで完了の助動詞の連用形は、てきてけり、にきにけり、にたりにけむという形でしか出てこないので、
1番は二経理と書いてますよね。つまりこれはパターンにぴったり当てはまっているので2が完了の助動詞は間違いないでしょう。まあ闇に消えて終わってしまったぐらいの訳し方ができるのかな。逆にこちら側立ち手の手に注目してみると敵とか敵りという過去の助動詞が下についてません。ってことはこれを完了の助動詞の連用形というのは無理がある。しかも冷静に考えてみて立ちて行くっていうのを完了で取ってしまうと立った行く、いや立った行くってもう時制ぐちゃぐちゃじゃんみたいな、ありえないんですよね。ってことはこの手は何なのかっていうと接続助詞と呼ばれている、例えば学校に行って読書して家帰ってテレビ見てのあの手です。立って訳しませんよね、完了じゃないですよね。まあ、なので、立っていくというのはシンプルに接続助詞の手であってこれは完了の助動詞として抜き出してしまったらダメですよっていう抜き出し問題とかに結構よく出てきます。これで注意してほしい。まあ、ということで、この完了と脅威の見抜き方に関しては中級編で解説をしますのでそちらの動画をお待ちください。はい、ということで今日は以上です。お疲れ様でした。